はい、どうも皆さんこんにちは、 TK ヒーローです。皆さんはね、インフルエンザ大丈夫ですか？まあ今年はね、 A 型と B 型が両方流行ってるみたいですけども、私は A 型の方にね、かかってしまいまして、まあそろそろね、もうインフルエンザのシーズンも終わりかと思いますけども、皆さんもね、気をつけてください。さあ、というわけで、今回はですね、はい、こちら、この前紹介しました、クラウンの357マグナム用のスピードローダーです。で、これなんですけども、これは、東京マルイのパイソンのカート。ね、この東京マルイのカートリッジね。これは、入るのか、気になっている方がね、結構いらっしゃるかと思います。ですね、入ります。なんてね、これで終わっちゃったら面白くないですから、ちゃんと検証じゃないですけども、実際にお見せしますけども、まあ、結論から言うと入ります。そしてあとは、このクラウンのガスガン。このカートリッジを入れたらどうなるのかっていうのをですね、今回はやってみたいと思います。それでは、行ってみましょう。はい、じゃあまずはね、東京マルイのカートリッジを入れてみましょうか。まあさっきね、結論言った通り入るんですよ、これ。まあこれはね、もう丸いの銃にクラウンのカートが入って、クラウンの銃に丸いのカートが入る時点でわかるかと思いますけども、入るんですよね、ちゃんと。はい、入りました。いやー、やっぱね、この丸いのカートリッジの方が、塗装がリアルですから、こうやってスピードローダーに刺した時も結構リアルですよね。で、こうやってちょっと遠くで見たらさ、なんか本物っぽくない？近くで見たらね、おもちゃ感があるかと思いますけども、遠くで見たら、なんか結構それっぽくなりますよね。で、カートリッジの収まり具合もクラウンと同じ感じです。こうカタ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 遊びがある感じです。では銃に装填します。よいしょ。まあスピードローダーらしくですね、非常に素早くカートリッジが装填できるようになりますね。まあただですね、これは個体差かもしれないんですけども、丸いのカートリッジって結構塗装が分厚いので、このシリンダーへの入りがですね、ちょっと渋い箇所があったりするんですね。まあですので、こうやってカートリッジを装填した後に、ほら、こんな感じでちょっと浮いてるの見えます。これをちょっと指でね、こうやって押し込んで、それでシリンダーを閉じる必要がありますね。しかしそれ以外は特に問題なくこんな感じで、使うことができます。なので、丸いのパイソンユーザーの方もこのクラウンのスピードローダーを使っていただけるかと思います。はい、それでは続いてですね、こちらクラウンのガスガン、ガスガン版のパイソン、こちらのカートをですね、スピードローダーに刺してみたいと思います。わあ、これもうこの真鍮くすんできちゃった。そう、真鍮製はねかっこいいんですけども、定期的にちょっと洗ってあげないとくすんじゃうんですよね。はい、こんな感じで一応入りましたけども、なんか空薬莢をぶっ刺してるみたいでかっこ悪い。ちょっと見た目的にあんまりかっこよくはないですけども、とりあえず、入りました。で、ヤコキと同じでですね、カタ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 音はします。では、実際に銃に装填してみたいと思います。いけるか。ほー、なるほど、なるほど。これですね、このカートリッジが短いので、このグリップとかフレームにですね、スピードローダー本体が当たっちゃってちょっと使いづらいですね。まあ、これはこのカートリッジが短いっていう問題もありますけども、スピードローダー自体がですね、ちょっと大きいんですね。それもあって、ちょっとこれはエアコキに比べたら使い勝手は悪いかもしれないですね。おっと、こぼれちゃった。使えないことはもちろんないですけども、ちょっとこれは素早くやるには、かなり慣れないと難しいですね。で、このガスガンの構造がですね、このクラウンの場合、このシリンダーの中に、見えますか？中にインナーが入ってるんですね。このインナーの上に、このカートリッジを被せるような感じになってるんですけども、これがね、ちょっとちゃんと位置が合わないと入らないので、6箇所ちゃんと位置を合わせてからこのスピードローダーの6個解除しないと、こんな感じでちょっとこぼれてきちゃいますね。なので使えないことはないんですけども、ちょっと、ガスガンには使い勝手が悪いかなっていう、そんな感じがしますね。はい、というわけでですね、今回は丸いと
このクラウンのガスリボルバー、こちらの機種にスピードローダーは使えるのかという検証でした。まあ、こちらのね、丸いの方は全然問題なく使えますので、丸いユーザーの方、もしくはね、クラウンの銃に丸いのカートリッジを挿して遊んでいる方、どちらの方も使っていただけますね。ただ問題がね、こいつですよ。このクラウンのガスガン。これがね、ちょっと構造的にスピードローダーを使用するのが難しいですね。なので、このクラウンのガスガンでスピードローダーを使いたい場合はですね、今度発売されるエアリボルバー用の真鍮カートリッジ、あれとあと普通のエアリボルバーを購入して、これシリンダーはね、普通のエアリボルバーと互換性があるんですよ。なのでエアガンのシリンダーと、エアガン用の、真鍮カートリッジ、あれを使えばガスガンでもスピードローダーが問題なく使えるようになるかなっていうふうに思います。まあ私ね、クラウンのパイソンも一応持ってますので、まあバラバラですけども、この丸いのパイソンのためにグリップ取っちゃったから今バラバラですけども、まあ、一応シリンダーは、ありますので、真鍮カートリッジが出たらね、このガスガンにエアガン用のシリンダーとカートリッジを入れて、それでスピードローダーでちょっと遊んでみようかなというふうに思います。それでは。じゃあな。